えるのはわかるけどな。翔也はなんでバレエ始めたの？小学生の時テレビで春子を見たんです。ちょうどカラスノの試合で、それで小さな巨人を見たんです。どうか、バエコ姉さん小さな巨人知ってるんすか？あたし多分そいつと同級生だもん。たまたま学校で練習試合やってんの見かけた時、そいつはどんなこわもての知り合いよりも怖かったよ。そん時は調子が悪かったのか、途中で交代させられててさ。危うく惚れるとこだった。姉さん、小さな巨人に詳しいんすね。別にたまたま何回か試合見ただけだし。ちょっと起きたのか。腹が減った。 Yes!